YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会、サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。こんにちは。こんにちは。ハンドルネームとお名前をお願いいたします。はい、ドックアキこと山中と申します。神戸から参りました。今日は何を持ってきていただきましたでしょうか。はい、去年と同じなんですが、はい、ミクロの決死圏という映画に出てきた、U9103 号プロテウス号という、はい、特殊潜航艇のようなものですが、ミクロ化して体の中へ、治療のために体の中に入っていって体の中を探検するという、はい、あれ何年ぐらい前の映画ですかね。60年代の映画ですね。60年ですかね。はい、いつも申し上げることですが、デザインされたのは、はい、ディズニーノーチラス号、はい、の絵を描かれた方と同じ方、ハーバーコフという方ですね。はい、デザインをされた、はい、各部に、ディズニーノーチラスとやはり似たデザインが、はい、散りばめられているということです。線名周りなんかそっくりですかね。ですね。こういう、バープレーンですとかね、はい、このハッチなんかもなんか形が似てる。そうですね、ハッチも上下に確かノーチラスもハッチがあったと思うんですが、これも下上下にあるんですかね。そうですね、はい、上下ノーチラス号と同じようなデザインです ね。非常に素晴らしいデザイン、はい、これは動力といいますかプロペラがついてないですが、そうですね、どういう形で進んでるんでしょうか。ウォータージェット推進ですね。はい、単素模型、これ、ルナーモデルっていうところの、はい、バキュームフォームのもともとキットなんですが、それを改造して、はい、こういった形ラジコンに使えるように改造したものでございますが、はい、トイポンプを改造してウォータージェット推進ですね、はい、デュアルタイプでツインモーターになりますが、はい、DMD スタイルになります、はい、でこのプロテウス号用に改変した、バージョンアップといいますかね、した、はい、端末模型特製の WTC がありまして、これは専用ですね。じゃあプロテウス専用ですね。直径はあの汎用 WTC と同じですが、はい、長さや内容が異なっておりまして、はい、もう区画は一つですが、はい、ここに、セールサーボ、小型ですが大変、トルクの大きなセールサーボでコントロールされているピストンバラストシステムがあって、はい、でこれで、静止状態で浮沈ができるということになっております。これは大体何 cc ぐらいのバラストの容量、これ何 cc でしたかね、作った方によると、これは 23cc ですね。 23cc、 急激に潜航浮上というのはなかなか難しいですけれども、 23g ですから ね、 ね、まあ、しかし見事に潜航、まあ、浮沈をいたします、はい、これは旋回はどんな風に、ラダーがついてませんが、これはタミヤの戦車と同じで、はい、右と左の、はい、まあ、スピード回転数に差をつけるような、はい、ESC がついておりますので、はい、コンピューターコントロールで、まあ、戦車の新地旋回のようなものや断旋回のような形で、はい、旋回ができるということになります。左右のだから噴射量の差によって、そうですね、旋回をしているということですね。これはあのエレベーターはどこで、ここにこうありますね。あ、それですね、はい、こういった形で、これはどこのサーボで、このちっちゃなサーボですね。このちっちゃなミニミニサーボで動かしてるわけですね、はい、その後ろについてる基板のものようなものはこれは何でしょうかね。これはジャイロですかね。これジャイロですね。ジャイロとあと、マグネットスイッチはこれ下にこうついてるんですかね。下にですね、ね、はい、あとこのジャイロはどこの製品でしょうかね。これは多物模型特製ですね、はい、大変性能が良くて、この船は本当に運動性能が高くて、はい、普段あまり動かしたら私でも、自由座に動かすことができます、はい、これあの受信機の上に何か乗ってますが、これは何でしょうね。これが CE と書いてるんです、ね、うん、これがその作動装置ですかね、VTL ミキサーですね。 VTL ミキサーですね、はい、はい、これによって、左右の回転の差を制御していると、うん、そういうことですね、まあ、飛行機で使うような部品ですね、もともとね、はい、でその下にリポのバッテリーが、リポのバッテリー、はい、あ、これは容量は1800ですかね。1800ね、かなり長いこと動きますですが、飽きるほど走りますか。そうですね、ということで、あと裏側にもこういう風な形で、はい、浮力材がいっぱいついてますね。そうですね、もうなかなか安全域が狭くて、はい、水温が変わるとちょっと、浮きにくくなったり、なかなか浮力調整が難しい、ね、はい、難しいですが、そこがまた8分の1のエンジンカーなどと一緒で、はい、チューニングのポイントで面白いところがありますが、はい、これ、はい、春は材質は何でしたかね。これは、まあ、FRP で補強というか一部置き換えをしてあるというふうに考えていただければいいです、はい、
シグラスの、FRP ですね、はい、かなり補強改造がしてあります、はい、結構コードは硬いですかね、これは硬いですね、カンカチコンですかね、もう本当しっかりとした、はいはい、上下合わせしてますけども、歪みなんかは経年の歪みなんかはないですね、全くないですね、これも本当にすごい、このままでミュージアムモデルとしても通用するようなものですが、これが横の隙間も全然ほとんどないですね、はい、歪みと全然ないですね、全然ないですね、はいはい、素晴らしい船でございます、はい、はい、はい、どうもありがとうございました。さて、いかがでしたでしょうか。 JMSS 日本無形潜水艦協会のご厚意で貴重な映像をご覧いただきました。このシリーズは2003年から現在までの参加艦をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで、次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。